黒崎エリカ、テニス部のエースで学校ナンバーワンの美少女で、校内で彼女を知らない者はいない有名人だ。じゃあまた放課後にね。もちろんそんな関係を他の奴らは知らないわけで。あ、やば、ジャージ忘れた。 A 組で借りてくれば。おい、ケンタ。お前、まだ黒崎を狙ってるのか。わ、マジ？意外にしぶといな、お前。私、ケンタと付き合ってるよ。クロちゃん。そういうことで。辛かったの。あんな風に言われるのも嫌だったし、部活のみんなにも迷惑だし、だから付き合ってるって噂になっても構わなかった。マジで？その方が不純な気持ちですぐ辞める人が減るでしょ。それに第一、黒崎は俺の彼女だってちゃんと言いなさいよ。大好きだよ、クロちゃん。もういきなり。俺も最初はあいつらとあんま違わなかったけど。ケンタは違うよ。最初は確かに不純だったけど。不純だったんだ。部活真剣だったの見てたし、実力も上がったんでしょ。私頑張る人好きよ、クロちゃん。いやお前ら、まさか。いや、黒崎早かったね。朝練は気持ちいいもんな。リストラされた。大手企業で給料も良かった。でも不景気な世の中、規模は日に日に縮小し、ついに私もその煽りを食らって、今は無職。くそ。心落ち着かせようと思って近所の教会に来てみたけど、この静けさが逆にまた。くそ。どうして、なんで私が。あ、すいません。いや。あら、この人、先週までいなかったような。かわいいな。こんなシスターが私の心を癒してくれたらいいのに。あの、ご迷惑かもしれませんが、もし助けが必要なら遠慮せず、何でも話してください。シスターさん。はい。好きです。付き合ってください。すみません、シスターさんが可愛すぎてつい言っちゃいました。そうですか。ドキッとしました。私、先月リストラされまして、周りの人には迷惑かけっぱなしで、今もシスターさんを困らせて。性格でしょうかね、やっぱり私はダメな人間ですよ。あんまり自分を責めないでください。問題の原因は一つだけではないんですから。懺悔させてください。私の罪を洗い流したい。祈りならどうぞ。いえ、精神のじゃなく肉体のです。やっぱりシスターの助けが必要ですね。それは何が問題なんでしょう。懺悔を聞いてくれるのはシスターの重要な仕事のはずです。そうではなくって。わかりました。私、やっぱり迷惑ですよね。もう生きる希望なんてどこにもないし、明日にはもうこの世からいなくなるでしょう。ダメです。リストラされたのはあなただけのせいじゃない。それだけのことで生きることまで諦めてはいけません。だから、そんなこと言わないでください。あまりにも真剣なお嬢さんで申し訳ない。はいはい、大丈夫、いなくなったりしませんよ。皆さん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね、旦那様。ところで、新婦は新郎のどういったところが一番好きなのかしら。それは、とってもたくましい。